はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。今日はですね、新年1回目の動画になるんですけれども、今日はこちらのベゴニアのダースベイダリアナの紹介をしていきたいなと思います。まあ、学名で読むとですね、ダースベイダリアナじゃなくてダースベイデリアナとかとも読めるんですけれども、僕はダースベイダリアナって読んでます。名前聞いたらなんとなく想像つくかなと思うんですけれども、こちらのベゴニアはですね、スターウォーズ、今、流行ってるのかな、スターウォーズのダースベイダーから名前が取られたベゴニアです。面白いですよね。なんかこう正式な学名にそういうキャラクター名がついているっていうのは、まあそのスターウォーズの名前ついてる植物って確か他にもいろいろあるのかな、植物っていうか動物だったかな、まあなんか結構いろいろあるんですけどね、そのうちの一つですね。まあ黒地にこうやって蛍光グリーンの縁取りが入るのが特徴で、もうまさに名前の通りのベゴニアですよね。ちなみにですね、スターウォーズつながりのベゴニアってもう一種類ありまして、このピンク色のドット入ってるベゴニア、これはアミダラエって言います。アミダラ女王から取られた種類ですね。まあ、ピンクドットの入るベゴニアってもっと綺麗なのいっぱいあるんですけどね。これはやっぱそういう面白い名前がついてるので、なかなかファンが多いベゴニアかなとは思います。でこちらのダースベイダリアナなんですけれども、今うちではですね、ちょうど花が咲いている時期で、古い花なんかのものはこうちょっと僕受粉試しにやってみたんですけれども、こうやって、まあ種の元といいますか、脂肪がこう膨らんでですね、中に種が入っている状態になってます。ただまあベゴニアって、自家受粉できるのかどうかちょっと僕はわからないので、まあうまくいってれば実生できればいいなぐらいに思って育ててますね。結構簡単に増えます。こうやって葉っぱちぎってですね、水苔に置いとくと、よいしょ、こんな風に発根してきて、で発根したら次芽が出て、芽が出るとこんな風にどんどん増えていきますね。なので結構簡単に増えるので、まあ、昔は結構な値段しましたけどね、今はもうみんな増やしてるんで。かなり安く手に入りますね。多分2000円しないんじゃないかな。送料入れたらそれぐらいになるかもしれないですけどね。でよくまあ聞くのは、うまく育たない、育ててるうちにですね、葉っぱ、まあ、3枚ぐらい出ると下の葉っぱからどんどん溶けていって、なかなか大きく育ちませんっていう人結構います。これ確かですね、何月だったかな、4月ぐらい、4月、3月か4月ぐらいに、こんなちっちゃい、もう小指のですね、爪ぐらいの葉っぱのやつから、育てたものなので、だいたい10ヶ月ぐらいで今こういう状態になってるんですよね。うまく育つとこう、結構成長速度早く、大きくなってくれます。で、ここからはあくまでも僕の育て方といいますか、僕の環境での話なので、全ての人たちに合うかどうかはわからないんですけれども、僕はかなりこうやってべっちゃべちゃに濡らして育ててます。べちゃべちゃに、まあ、濡らして育ててるやり方もあれば、そんなにべちゃべちゃに濡らせない方法もあるんですけど、割と多湿で、育ててる方多いですかね。まあこの辺はまあその人その人の好きにしていけばいいのかなとは思うんですけどね。気をつけないといけないのは、こうやって
濡らしたものを乾いた環境にやったら当然うまくいかないというかしおれていきます。多分うちのやつもこれ半日ぐらい外に置いケースから出して置いといたら多分もうしおれてしまいますね。で逆に乾いた環境にあるやつをこういう多湿なところに一気に持っていくと、まあカビが生えたり腐っちゃったりとかして、まあ、うまくいかないっていうのがあるので、まあ、慣らすのが大事ですよね。なるべく、苗がちっちゃいうちに慣らしてやるのがいいのかな。うちはまあ届いたらすぐこういうケースに入れちゃうんですけれども、やっぱりまあカビちゃった種類とかもありましたからね、まあ鳴らすのが大事なのかなとは思います。うちでの鳴らし方だとかもまあそのうち機会があれば動画で紹介できればいいかなと思いますけどね。でまあ株の健康状態を見るときなんですけれども、葉っぱの縁がこうダラーンと、下を向いているような状態だと結構その、まあ、腐ったりだとか溶けることが多いです。絶対にそうなるわけじゃないんですけどね。あの葉っぱがこう縁が下を向いててもすごく大きく育てるような人も中にはいます。それはすごい上手な方です。ただ僕の環境だと下向き始めたらちょっとまあ、なんかおかしいかなと思って様子を見なきゃいけないポイントになりますね。見ていただくと分かると思うんですけど、葉っぱの縁結構こう上をしっかり向いていて、まあ、ロート状みたいになってますよね。ロート状みたいにこうなっていて、でまあ葉っぱもしっかり形を保ってこう弾かれるような状態っていうのがまず一つ目、葉っぱの形で見る健康状態です。もう一つが、新しい葉っぱとか元気な葉っぱって青光りするんですよね。これどうだろう、青光りするかな。なんとなく青みがかってるの分かりますかね。この青みがかるのは一つの特徴で、これがだんだん古い葉っぱだとか、あとちょっと健康状態が悪くなると、まあうちの環境ではちょっとこうワインレッドとかに近いような色合いになったりとか、あとこの蛍光グリーンの縁がちょっと、色薄くなってきてシルバーがかってきたりとか、まあそんな感じで葉っぱの色が変わってきます。で葉っぱの色とかが変わってさらにほっとくと、どこだ、これいいかな、これまあ古い葉っぱなんですけどね、よいしょ、葉っぱのこういう縁のところがほつれて、崩れていきます。でこの崩れると結構皆さん失敗する方が多いみたいですね。でこうやって葉っぱが崩れたりとかするのは細菌による、まあ、腐ってしまったりとか、あとカビですね、菌によって、まあ、何かしらの影響が出る場合もありますし、もう一つ、まあ、これは何て言うんでしょうね、まあ、実際見極めが難しいとは思うんですけど、肥料切れの時もあるんですよね。で特にこのダースベイダリアナって肥料切れに弱い印象があって、肥料やるのサボっちゃったなっていう時とかは適面にこう葉っぱの崩れっていうのが出てきます。なのでうちでは、定期的に葉水に肥料を含ませて、まあ、かけてあげてるんですけれども、その時は、まあ、ジュエルオーキッドの動画でも紹介したんですけれども、尿素を混ぜてあげてます。ものすごく薄めた尿素ですね。まあそのタイミングによるんですけどね、
歯水をしょっちゅうこうかけてあげてるっていう時は1万倍に薄めてあげてますし、あとは、まあ肥料あげるのサボってしまってこう葉っぱの縁が崩れてきたなっていう時は5000倍に薄めてあげてます。で5000倍に薄めてこうあげて 2,3 日経って葉っぱの崩れるのが止まったらまた1万倍に戻して、で定期的に葉水にかけてあげるよっていう風な、まあ、やり方なんですけどね。なんで尿素なのかっていうと、まあ、尿素ってすごくこう葉っぱだとかから吸収されやすい窒素分っていう風に言われてるのと、まあ、あとこれはボルネオに自生するベゴニアなんですけど、そういうところって多分まあ僕行ったことないから分かんないですけどスコールが降るはずなんですよね。で雨には尿素って含まれてますので、そういう、自然界でもね、補われている成分なので、まあちょっとはかけてあげれば違いが出るかなということでやってみてます。でまあ実際にこう腐ったりとかするのも溶けてますし、多分見ていただいたら分かると思いますけど、まあそれなりに育ってはいますからね、まあそれちゃんと効いてるのかなと個人的には思ってます。まあ尿素今僕1万倍とか5000倍っていうお話しましたけれども、まあこの量っていうのは使う尿素によってもまた変わってくると思うんですよね。まあ、固形の尿素があったりとか液肥で、まあ、尿素主体の窒素が入っているものとかもありますしね。まあ、裏面だとかインターネットで見てみると多分そのラベルの裏側に卵ではこのぐらい薄めてくださいよとか、野菜に使うんだったらこのぐらい薄めてくださいよっていうの出てると思うんで、それよりもさらにうんと薄めて使ってやればいいのかなと思います。うんと薄めて使ってあげた時にこう葉っぱの様子を見てシャキンとこう葉っぱに張りが出てたりとか、こういう葉縁の部分の崩れてきてるのが止まれば、まあ、その倍率が合ってるのかな。逆に止まらなければもうちょっと濃くしてもいいのかなとか、もうちょっと薄めてみようかなっていうふうに考えながらやってますね。まあ誤解のないように言いますと、肥料ってあんま使わない方がいいと言いますか、もちろん使わないとうまいこと成長しないんですけれども、やたらめったらあげりゃいいっていうものではないので、なるべく最低限の肥料で健康状態を保ってあげるようなイメージで育ててあげればいいのかなと思います。まあこの辺はちょっとうまく説明ができないと言いますか、僕もものすごく薄めた1万倍ぐらいのやつから地道にこうかけていって、あこの辺の肥料分がいいのかなっていうのを感覚で掴んでいるので、まあね、あんま参考にならないかもしれないですけど、うまく育たないなっていう方は、まあ、例えばと、まあ、言い方悪いかもしれないですけどね、あどうせ枯れちゃうのかな、このままうまくいかないかなっていうふうに思うんだったら、試しに尿素すっごく薄めてちょっとかけてみてあげたら、まあ、違うかもしれないです。まあ、ひょっとしたらそのまま枯れちゃうかもしれないですしね、うまく持ち直してくれるかもしれないし、それはわからないんですけどね。なんとか助けてあげたいなとか、株が3個4個って何個かあってちょっと実験してみたいなっていう方は参考にしてみてください。だいたい多分1万倍ぐらいからスタートして、やればまあ多分枯れるってことはないかなとは思います。たとえ固形のねものであれ液肥であれ、だいたい1万倍スタートで濃さを調節していったりとか、葉水の頻度を上げてやればちょうどいい分量っていうのがだいたい自分でわかるとは思います。多分その浸透圧だとかでねちゃんと計算する方法ってあるんでしょうけど、僕結構その辺大雑把で感覚でやってますからね、結構考えながらやる人からすると
全然参考にならねえよっていうふうに思うかもしれないですけど、まあそういう人はそういう人で自分でいろいろ調べながらやってみてください。この尿素の話って最初ツイッターで僕出したんですけどね、ちゃんとそういうのを自分ですごい調べて研究してる方もいましたからね、すごいですよね。感覚でやる人間からするともうそうやって調べ尽くして何倍がいいとかそういうのをやる人って本当に勉強熱心で偉いなっていうかすごいなって思いますね。まあちょっと長々とお話ししちゃいましたけどね、このダース・ベイダリアナ育てる時のワンポイントは僕の中では、尿素かなと思っています。まあ、育て方って植物いろいろありますし、これが絶対正しいっていうのは多分ないと思いますので、まあこれがこういう育て方してる人もいるんだなぐらいの参考になれば嬉しいなと思います。まあこれからもですね、まあいろいろベゴニアとかありますので、まあ、これなんか綺麗ですよね。パボニナっていう種類ですけど、青光りするベゴニアです。あんまり綺麗に映ってないかな。この辺の葉っぱとか綺麗かな。日陰で育つと、こういう青い光をちょっと吸収しやすい。吸収っていう反射してるのかな。こう青光りしやすくなるベゴニアですね。パボニナって言います。そのうちこれも紹介できたらいいかなとは思いますけど、こんな風にワシャ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 増えてくれますね。はい、というわけでですね、新年1回目の動画はこちらのダース・ベイダリアナの紹介をさせていただきました。この動画が、皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。